今日時でもたびたびお伝えしてきた心が男性同士のカップルを取材した HBC の番組が第49回放送文化基金賞のドキュメンタリー部門で最優秀賞を受賞しました。最優秀賞を受賞したのは去年10月に放送した性別は誰が決めるか心の性を見つめてです。体が女性で心が男性のトランスジェンダーのキミちゃんとゲイのチカさんの心が男性同士のカップルの妊娠と死産に密着する一方、生殖腺を取らなければ戸籍の性別を変更できない日本の現状を浮き彫りにしました。選考理由でこの番組は取材される側との信頼関係を築いたことによってプライバシーにも触れる綿密な取材を可能にし大きな問題提起ができたと高く評価されました。この番組は HBC ニュースの公式 YouTube で見ることができます。